ははい皆さんこんこにちはガジェログです今日は Amazon タイムセール63時間のビッグセールが始まりましたのでおすすめの商品やまた買いの商品その辺りをご紹介したいと思います。では本日もいってみましょう。 買い物を始める前になんですが、キャンペーンにエントリーするっていうところがあるんですが、エントリーしといた方がいいと思います。え、そうしますとポイントアップの対象になる可能性がありますので、ポチッとしといていただければと思います。では早速商品の方を見ていきたいと思いますけども、こちら Amazon の Fire タブレットシリーズが非常にお安くなっています。まず Fire HD 10なんですけども、こちらがですね、通常15,980円のものが31%分になっていて。 1980ままで下がっています以前のタイムセールで、えー、私もこちらを購入しました価格の方が、えー、ちょうどここですねここで以前購入しましたのでまあ同額ですね1980円からは変わっていませんコンテンツを消費する方であれば十分なスペックがあると思います、まあ、画面に関してはフル HD になっていますのでこの Amazon プライムビデオを視聴される方は非常にいいタブレットになっていると思いますまあ相性がいいですよね そして、Zoom とかで使われる方もいいんじゃないかなと思います。快適に使うことができます。ただ、あの注意事項なんですが、Android のタブレット全体に入れることかは、ちょっと確認は取れませんけども、Zoom を使った場合ですね、この画面上に現れる人数ですね、そちらの方があまりネット上にで出てないんじゃないかなと思うんですね。やはり自分でやってみて分かったのが、4人までです。一画面で最大4人までしか表示ができません。 iPad とかなりますと以前はまあ9人ぐらいからスタートしましたよね9人分表示されましたが今では20人分ぐらい表示されるようになっていますですが Android タブレット全体かは分かりませんがこの Fire HD 10に関してはもしくは Fire HD 8もそうなんですけども最大4人までしか Zoom 上では表示されません、まあ、そのあたりは踏まえておかないといけないと思います はい、そしてですね今お話ししましたけどもこの FIREHD8 タブレットこちらの 32GB のモデルもお値段が1万1980円から8980円まで値下げされています3000円オフとなっています今お話ししたようにズーム上では4人までしか表示できませんのでその辺りは踏まえておかれなければいけませんが、まあ、こちらも私使っていますが主に YouTube の閲覧などで使っていますあのすごく早いわけけではありませんけど普通に ササクサクとと使うことができます、まあ、その辺りは3ギガのメモリー積んでいますのでねこの辺りがかなりそれが良しとしているのかなと思いますただこれ使うんじゃないかなと思っていたんですけどもこのワイヤレス充電が使えるモデルなんですが今ではもう全く使わなくなってしまいましたというのはほとんど USB-C で充電するクポン ことも,もちろんできますけども大体10%切った頃に私は USB-C でするようにしていますこれはおすすめのタブレット、まあ、1万円切ってますのでね安くておすすめですよはいそしてですね今回 FIRETV シリーズもお安くなっていますこの FIRETV スティックの第3世代ですねこちらが3480円そして FIRETV スティック 4K こちらも3480円そしてファイヤー TV キューブ 4K こちら8980円でどれもですね30%オフ50%オフ40%オフと非常に値下げされています例えばですねこちらのファイヤー TV スティックの第三世代というのは1ヶ月前のタイムセールの時には3980円だったのが今回はなんと3480円ということでさらに500円 値下げされています非常にサクサクと動きますので 4K モニターをお持ちでない方に関してはこちらで十分なんじゃないかなと思いますまあうちなんかはこちらがいいんじゃないかなと思います YouTube なんかももちろん見れますし当然ながらプライムビデオなども使うことができますしこういう有料の動画サイトですね十分楽しむことができますそして FireTVStick4K のモデルなんですがこちらも3480円なんで同額なのっていう感じしますよね普通の 4K じゃないモデルとというのはこちらはもう古くなっています2018年に出たモデルとなっていますのでだいぶその世代的にはもう3年前になりますのでね古くなりました、まあ、それでお値段は 4K ながらお安くしたということでこちらの値段になっています、まあ、でもリモコンを見てみますともう従来古いタイプになりますので 先ほどの第3世代のモデルよりもこのリモコンに関してこのボタンがここついてませんよねちょっと古いモデルになるということになりますただし、まあ、4K のモニターを持っている方はまだいいんじゃないかなと思いますけどもこの新しいモデルがもう出てますんでね、まあ、そちらの方が長い目で見ていいのかなという気もします、まあ、こちらに今出てますけどね 4KMAX これ6 9 8 0円で値引きはされていませんそして今回残念ながら この Amazon Echo シリーズに関しましては値引きは一切ありませんタイムセールの対象にはなっていません珍しいというかもしかしたら今度の冬の何て言うんでしょうあのブラックマンブラックマンデーじゃなくてビッグサンダーマウンテンではなくて何で,でしたっけサイバーマンデーとかですね、まあ、年末セールその辺りで大幅な値引きが来るのかもしれませんので今は静かに見守っているという感じなのかもしれませんちょっと個人的には こちらの AmazonECO15 ですね、まあ、こちら結構気になってはいますただしお値段がまだ高い、まあ、約3万円になりますこれ壁掛けできる、まあ、タブレットじゃないですけどもねエコーショーになっています、まあ、これタッチセンサーついてますのでこの画面タッチしていろいろカレンダーを見たりメモったりとか写真を閲覧したりということができるようですはい次はですねこちらの FARWAY ウ,ウォッチフィットエレガントなんですけども 1.64インチののディススプレイが搭載されてていいるスマートウォッチとなっていますでこちらは今私使っているんですけどファーウェイバンド6のかなり上位モデルという形になりますアモレットのディスプレイは一緒なんですけどもボディに関してはステンレススチール製になっていますのでかなりこう質感が良くなっていますできることに関しては GPS の内蔵以外はほとんど変わらないかなという感じがしますけども、まあ、名前の通り非常にエレガントな こう作りというか、見た目にもなっています。で、こちらが通常ですね。19800円のものが14980円ですので、5000円引きでお安く買うことができます。まあ、こちらはファーウェイバンド6。ではちょっとこう物足りないこう。例えばスーツを着たりして合わせるということにちょっと向いてないな。という方はまあ、こちらのエレガントモデルなんかいいんじゃないかなと思います。 ちなみにお値段が一番最安の時はここですね1 4980円になっていますが、まあ、今回も同じになりますのでかなりお安く買うことができますそしてですねこちらのシャオミのミーウォッチ出てから結構経ちますけども、まあ、こちらは驚異の16日間バッテリー持続のモデルになっていますそしてこのボディサイズにしては軽量になりますので運動もかなりしやすくなっていると思います お値段が1万2980円から1万1682円ですので結構渋いですね、まあ、だいたい1300円ぐらいのお値引きとなっています、まあ、しかしながらそろそろこちらのモデルですねシャオミの方から新しくこの後継モデルがもう発表されていますのでそろそろ末期モデルになっていて、まあ、在庫を欠かせるのかなという感じもしますそして えー、ミーワッチライトもお値引きされていますタイムセルで5610円お値引きが1870円となっていますでこちらのモデルももう新しいモデルが次やっぱり出そうという感じなのでそろそろ在庫一層という感じなのかもしれませんでお値段の割にですねこちら1 5600円ほどなんですが、えー、GPS も搭載されていますので 結構いいいと思いますミーバンド5とかミーバンド6あたりをご検討されている方であれば、まあ、こちらも一つ選択肢に入れてもいいんじゃないかなと思います色に関してはブラックそしてアイボリー,、えーこれブルーですねネイビーブルーとなっていますこちらのモデルに関しては TFT カラー、まあ、液晶になっていますしかしながら明るさの自動調整に対応していますので結構いいですよね この値段で GPS と軽さセンサーついてるっていうのは結構安いと思います。まあ、個人的にはあのファーウェイバンド6のできない点をこれ包含していますのでおすすめだと思います。デザインが気に入っている方はいいんじゃないかなと思います。はいということでスマートウォッチスマートバンドあたりを今見てみましたけども、まあ、結構安くなっているという感じがします。このミーバンド6に関してもまあ300円渋いですけどもね。 お値引きされていますしそしてこのミーバンド5に関しても大体900円ぐらいでしょうかお値引きされています今欲しい方はいいんじゃないかなと思いますはいでは次ですね食品の方でお米の方を見ていきたいと思いますけどもいきなりガジェットからお米飛んでしまいましたが毎回私はあのタイムセールを使って購入していますで今回ですね結構2000円以下でもこのようにありますので いいいいんじゃないかなかという気はしますが前回確かこの北連の金目米を買ったんですよ前回お値段に関しては一緒ぐらいですね2,000円ちょっと切るぐらいでしたので、まあ、これやっぱり美味しいですあの無洗米なので洗わなくていいっていうのとそして結構そのうまみがあるんですねあの玄米と白米の両方美味しいどころどりになっていますので無洗米で洗わなくていいっていうのが 今後の時期ですね、この冬に関してはもう本当におすすめです。で金目前に限らずですね、まあ、結構2000円台ぐらいで美味しいお米がたくさん出てますね。ただしこちら、魚沼さんのコシヒカリに関しては <laughs> やっぱりすごいですね、えー。飛び抜けてお値段は高いというか上回ってます。通常4200円ぐらいなんですが、 それでも3780円で結構いいお値段がしますユメピリカもお安くなっていますねそして七つ星もお安くなっていますこちらもいいですよねアイリスオーヤマの低温製法米5キロ秋田小町こちらもいいんじゃないかなと思います早くしないと在庫なくなってしまいますのでちょっと早めに後でポチりたいと思いますでは最後ですねこちらの商品ご紹介したいと思います ドリップコーヒーになりますけども、これは簡単にコップにかぶしてお湯を注ぐだけというコーヒーとなっています。でこちらもう1年ぐらいですね、ずっとここから取り寄せているんですが、非常に美味しいです。以前は UCC とかですね、ドトールコーヒーのこういうい同じドリップ式のものを購入していたんですけども、最近はこちら結構、 はまってます。若干お安くて、そしてこの1袋あたりに入っているグラム数がまあ、1g とか 2g ぐらいなんですが、多めに入っていますので、よりまあ旨味というかコクというか濃さがあって非常に美味しくなっていますえ、1箱に100袋入っていまして、1袋単位で言うと1杯19円となりますので。 まあ少し前ねテレビでいろいろ宣伝とかやってましたけどもね1杯19円とかね言ってましたけどそれがもう当たり前で、まあ、このようにアマゾンで購入することができるようになっています手軽に美味しいコーヒーを飲みたいという方はいいんじゃないかなと思います個人的にはドリップコーヒーファクトリーさんのものはおすすめだと思いますで味が今こちらのスペシャルブレンドということでこの白いパッケージにブルーの文字ですね ここちちららを今表示していまますけども最近たた買ったんですすすねねこれ今飲んでるんでででるけど香りももいいいいし味も結構いいです、ね、でちょっと前はこちらのオリジナルブレンドだったりそしてこのリッチブレンドですね黒い文字のものですけどもこれを試しているんですがやっぱりこれ新しく買ったこちらが一番良かったです美味しかったまあ個人的には好みとして合っていましたコーヒーを手軽に飲みたい方にはおすすめとなっています というわけで今回 Amazon タイムセール祭り10月29日9時から31日の日曜日の日付が変わる直前までですねやっています皆さんは何か今回買われるでしょうか無理して買う必要はないと思いますけども個人的におすすめのものを今ご紹介いたしましたではこの後私は購入いろいろしてみたいと思いますこの動画が良かったよという方は高評価そしてまたチャンネル登録まだの方は是非登録の方をお願いいたします ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。